2011年のリーガー区部の試合パラシオでデポルテス、ホセ・マリア・マルティン・カルペナは、スペイン・アンダルシア州マラガ県マラガにある、屋内アリーナ。スポーツの試合を行う場合の座席数は1万1300席で、あり、コンサートを行う場合の座席数は1万席である。スペイン南部では、最大の屋内アリーナである。1999年、 パラシオデロスデポルテス集ダマラガとして会場した。同年から CB マラガのホームアリーナとして使用されている。2000年7月にはマラガ市議会議員のホセマリア・マルティン・カルペナがテロリスト集団のバスク祖国と自由に殺害されたため、同年9月には彼の名を冠したパラシオデデポルテス・ホセマリア・マルティン・カルペナに解消した。2010年には 第一期増築工事が完成し、座席数が9743席から11300席に増加した。CB マラガのホームゲームは、チケットの人気が高いため、座席数を13000席まで増やす計画がある。ありがとうございます。